ブライアン・ダニエルソンはアメリカ合衆国のプロレスラー。ワシントン州アバディーン出身。WWE にてダニエル・ブライアンのリングネームで活動している。本名名義やアメリカンドラゴンのリングネームでも知られる。老時代大ショーン・マイケルズ主催のテキサスレスリング・アカデミーでトレーニングを積んだ後、1999年4月18日に同アカデミーが運営するインディー団体。 TWA にてデビュー。同年12月、覆面レスラーのアメリカンドラゴンとして、FMW に初来日。その後、WWF とのデベロップメント契約を経て、新日本プロレス LA 道場でトレーニングを積んだ。2002年10月、新日本 LA 道場軍として新日本プロレスに、初参戦。2004年3月には、カレーマンとのタッグチームで、 IWGP ジュニアタッグ王座を獲得した。2006年12月、ロー世界ヘビー級王者として、プロレスリングノアに来日。2008年9月14日、金丸吉信を破って、GHC ジュニアヘビー級王座を奪取した。本国アメリカでは、ローレスリングスクールのコーチを務めながら、ローのトップレスラーとして活躍し、 プロレスリング、ノアのケンタやマルフジ制度とも対戦している。また、ノアのリングには、ローのリングでも使っている本名のブライアン・ダニエルソンのリングネームで上がった。2009年に、ローと契約が満了し、WWE と契約。契約開始までの間は力や、ドラゴンゲート、USA などの団体にフリー参戦した。 WWE に昇格と同時にリングネームをダニエル・ブライアンと改め2010年2月の新番組 NXT 開始によりルーキーの一人として登場初回から世界ヘビー級王座王者のクリス・ジェリコとシングルマッチを行ったその後は連敗を重ねたもののプロによる投票で1位を獲得したしばらくした後 再開脱落のかかったプロによる2回目の投票が行われる前週にマットストライカーがルーキーたちに翌週落とされるのは誰だと思うと質問した際、それまで NXT において全敗していることから自分自身が落ちるべきだと発言。同様の発言をしたマイケルターバーとともに自信のない人間は WWE に必要ないという WWE 上層部の判断で、 プロ投票とは別で脱落することとなった。この時のインタビューで、ブライアンは、ダニエル・ブライアンは、消えるが、ブライアン・ダニエルソンはどうかなと意味深な発言をした。その後は NXT において、自身をこき下ろす実況を繰り返したマイケル・コールに、怒りの矛先を向け、コールと構想を展開するというアングルが用意され、NXT のスキットなどで構想を繰り広げた。 それはコールが実況を担当する RAW にも波及し、RAW ではマットストライカーや師匠役のザミズまで巻き込んでの構想のストーリーを展開した。その後シーズン1が終了した結果、6月7日の RAW でネクサスが誕生し、他の7人と共にリングやその周辺で大暴れ。しかし6月11日、突然 WWE から解雇が発表された。 レスリング・オブ・ザーバーに掲載されたリポートで本人が語ったところによると、ネクサスとしての破壊行動中、リングアナウンサーのジャスティン・ロバーツの首をネクタイで締め上げたことが放送コードに定職したことが解雇された理由とのことである。その後アメリカインディでのマットを主体にするかと思われたが、8月16日、WWE の PPV、サマースラムで連撃復帰、勝利に貢献。 復帰後は、元、師匠であった水と構想を繰り広げ、9月19日に行われた、ナイト・オブ・チャンピオンズで水を破り、US 王座を獲得。10月のブラッキング・ライツでは、RAW 代表として、スマックダウン代表で IC 王者のドルフ・ジグラーと戦い勝利し、この試合がきっかけで、ジグラーとは構想することになったが全勝を収めた。 11月に2年ぶりに開催されたキング・オブ・ザ・リング・トーナメントでは予選でテッド・デビアスを破るが1回戦でアルベルト・デルリオに敗れた NXT シーズン4ではデリック・ベートマンを指導するプロとして登場した3月、シェーマスによって US オーザを奪われレッスルマニア27のダークマッチにおいて再戦するがランバージャックの暴走により試合は流れた 4月末に行われた追加ドラフトでスマックダウンに移籍した。その後、コーディローレスとの交想を経てマネー・イン・ザ・バンクで優勝し、王座へ挑戦する権利を翌2012年のレッスルマニア28で行使することを公約したが、11月25日のスマックダウンにおいて、ビッグ、ショート・マーク・ヘンリーの世界ヘビー級王座戦後の乱闘時に登場して同権利を行使した。 この権利行使はヘンリーが試合続行不可能とされたために無効となったが同日のメイン戦でランディ・オートン、コーディローです。ウェイド・バレットとの王座挑戦をかけた4イ戦が行われることとなりその試合に勝利しヘンリーへの挑戦権を獲得。金網戦にて戦うが赤敗した。12月に開催された TLCPPV において ショート・ヘンリーの世界ヘビー級王座戦後の乱闘に登場し、新王者ショーに対して、マネーインザ・バンクの権利を行使して、世界ヘビー級王座を獲得した。翌々週の再戦において、ヘンリーが邪魔をしたことで反則が致死王座を防衛。両手人差し指を空に突き上げ、イエスを連発するパフォーマンスを開発したのは、この頃である。さらに翌週。 ショートの王座再々戦にて、セコンドについた恋人のアージがショート衝突したことから、ショーを一方的に避難し、ヘンリーを含めた三つどもえ構想開始と同時にヒールターンした。1月には、ロイヤルランブル PPV、2月には、エリミネーションチェンバーマッチにおいて、王座防衛に成功するが、3月にロイヤルランブルを制したシェーマスが、世界ヘビー級王座への挑戦を表明し、 構想を開始した。4月のレッスルマニア28にて行われた防衛戦では、試合開始直後恒例のアージとのキスの隙をつかれ、ブローグキックを喰らい、試合時間わずか18秒で王座から陥落してしまう。このことからアージに対して一方的な別れを告げる。そして同月に行われたエクストリームルールズの3本勝負において、再度シェーマスに挑戦したが赤敗 同座路線から退いた。2012年5月、ビートザ・クロックにおいて優勝。CM パンクの所持する WWE 座への挑戦権を獲得し、パンクとの抗争を開始した。アージや時にはケインも巻き込み抗争を続けたが、7月のマネーイン・ザ・バンク p p v での試合に敗れ、抗争は終了した。八月はサマースラムにてケインに勝利するが、 その一週間後の8月27日放送の RAW にて GM となったアージの指示により、構想相手のケインと共にアンガーマネジメントに参加することになってしまう。その流れでタックを結成することになり、9月10日放送の RAW でタイタス・オニールダレン・ヤング組と WWE タッグ王座の挑戦権をかけて対戦。ところが試合中に、 仲間割れを起こしてしまい、ケインにチョークスラムで投げ捨てられるも、ヤングの上に覆いかぶさる形になったためフォール勝ちとなり、タック王座の挑戦権を獲得。ナイトオブチャンピオンズで、コフィキングストーンアールトゥルースと対戦した時も、試合中に再び仲間割れ。トップロープに登ったケインを突き落とすが、落とした先が倒れていたコフィだったためそのままカバーして、フォール勝ち。結果的に、 タッグ王座を獲得した。ファン投票によりタッグ名をチームヘルノートし、様々な敵から王座を防衛し、ローデススカラーズやシールドとの交想をしていくうちに、徐々にベビーターンしていく。レッスルマニア29において、ドルフ・ジグラー・ビッグ、イーラングストン組と王座戦を行い、ケインのチョーク・スラムを食らったジグラーに、ダイビング・ヘッド・バットを食らわせて、勝利、会場中が、イエス。 ちゃんと巻き起こした。その後は、ジ・アンダーテイカーをも巻き込んで、シールドとの交争に戻り、戦うが劣勢が続き、5月、エクストリーム・ルールズのトルネード式王座戦にて、破れ王座を失った。その後、ケインやオートンと共に、シールドと戦い、その中で、負けが目立ち、かつて、ローデス・スカラーズに言われた、チームの弱点という言葉に劣等感を覚え、焦り強暴化し始め、 ケインやオートンとも口論が絶えなくなる。その後スマークダウンにてオートンとのノーリー急戦での試合中、ダメージを受けて一種の判断で試合中止、敗戦に。自らの実力を示したいブライアンは次の RAW でサイドオートンと対戦。今度はカウントアウトで勝つが納得することができず、またもノーリー急戦を行い、オートンをタップさせるという。 驚くべき勝利を果たす。WWE 王座用のオールスターマネー戦へも出場したが惜しいところで優勝を逃した。しかし翌日 RAW にてサマースラムでの WWE 王座戦の挑戦者を自由に選ぶ権利を得た。ジョンシナが権利をファンに委ねるとファンがイエス、ちゃんと繰り広げたことでブライアンが挑戦者となる。 サマースラムにおいての試合は激戦となったがブライアンが制止、初の WWE 王座に輝いたものの、直後に特別レフェリーのトリプル H の攻撃に遭い、さらにオートンがマネー権を行使。王座を失い、そのままオートンのみならず、トリプル H の派閥オーソリティとの交想が始まった。権力にものを言わせた敵のやり方に苦しめられながらも9月、 ナイトオブチャンピオンズ PPV でオートンから王座を取り戻した。かに見えたが翌日、レフェリーが高速でカウントを取ったことを凶暴と決めつけられ、王座を剥奪された。10月6日のバトルグラウンドでリマッチが行われるもビッグショーの乱入により、ノーコンテスト。10月27日、ヘルイン・アセルで3度目の対戦が組まれたが、 乱入してきたトリプル H を攻撃してしまったため、彼の友人であり、この試合の特別レフェリーを務めていたショーン・マイケルズに、スイート・チン・ミュージックをお見舞いされたことで、オートンに敗れた。翌日の RAW で弁明したマイケルズを締め上げたが、直後ワイアット・ファミリーからの暴行を受けたことで、CM パンクと共にそのまま構想に移行こう。 しかしパンクがシールドとの構想に入ってしまったことで一人での戦いを余儀なくされる。仲間になるよう誘われつつも TLC、PPV において3対1のハンディ戦を行うも敗戦。翌日のスラミー賞発表会においてスーパースター賞をはじめ数々の受賞をした。ワイヤットたちとはさらに構想は続き、大晦日 RAW のガントレット戦にて叩き伏せられて、 ついにファミリー入りを宣言し、ワイアットらに連れられ、会場を去った。ワイアットファミリーに入ったブライアンは、服装もそれらしいものとなり、ワイアットの指示に従うことに。試合後に、相手選手に暴行をしたり、ワイアットの必殺技を自ら受けるなどのきっかけ、凶暴な行為を続けていく。その後、ワイアットとのタッグで、ウーソズとの金網式タッグ戦を戦い、その試合で敗れると、 ワイヤットに反抗を占めたうちにしてしまうと、次週の RAW にて、ファミリーへの加入はすべてワイヤットに対抗するための作戦だったと説明した。ロイヤルランブル2014内で行われたワイヤットとのシングル戦に敗退し、構想は終結。ロイヤルランブル明けより、トリプル H との構想を再開。エリミネーションチェンバー PPV での WWE。 世界ヘビー級王座をかけたチェンバー戦でもオーソリティの介入によって敗れたことで、苛立ちが募った結果、レッスルマニア30におけるトリプル H との対戦を要望するようになり、3月10日の RAW にて大勢のファンと共にリングを選挙。会場とリング場をジャック。ブライアン対トリプル H とブライアンが勝てばメインイベントの WWE。 世界ヘビー級王座戦に加われるよう要求し、それを了承させた。4月6日のレッスルマニア3に手トリプル H を破り、メインイベントの WWE 世界ヘビー級王座をかけたトリプルスレッドマッチに進出。バティスタからタップアウトを奪い、WWE 世界ヘビー級王座を奪取した。4月11日、アリゾナ州セドナでブリーベラと結婚式を挙げた。 4月21日の RAW にて、ステファニー・マクマホンより、結婚祝いのプレゼントとして、エクストリーム・ルールズ PPV でのケインとの王座戦を決定したと告げられた。その直後ケインに襲撃され、場外、リング脇の金属製のステップの上、実況穴ブースのテーブルの上の3カ所で、ツームストンパイルドライバーを見舞われ、首を破壊されてしまう。5月。 エクストリームルールズ PPV にてケインと防衛戦を戦い勝利したが、フォークリフトのリフトの先から、だいぶ技を放った際にさらに首の負傷を悪化させ、緊急手術を行うことになる。5月12日の RAW にて、そのことをファンに伝えたが、直後にケインに襲撃され救急車で搬送された以上、その際妻のブリーとステファニーの間に不穏な空気が流れた。 その後5月15日に手術を受けた。5月26日の RAW にて、ステファニーが権力を振るい、WWE 王座を返上しなければ、ブリーを解雇すると告げた。回答期限は6月1日の PPV、ベイバックとした。当日ブライアンは王座返上を決意しかけたが、ブリーが現れ、ステファニーにビンタを見舞い自ら対談を表明し、夫の王座を守った。 しかしその翌日の RAW にて、ブライアンの試合復帰めどが立たないことを理由に、WWE 王座の剥奪が決定、王座を失うこととなった。6月29日、マネーインザ・バンク・ PPV のキックオフショーに登場。当初は6月中の復帰の予定であったが、術後の回復が良くなく、右手の握力が戻らない状態であることから復帰は未定。 再度手術を受けることも検討中と答えた。10月、右腕に力が入らない症状であると再判明し、トミー・ジョン手術を受ける可能性があると公表された。故障後、サバイバーシリーズ後の RAW などにゲスト GM として番組に登場していた。12月29日の RAW にて復帰宣言を行い、ロイヤル・ランブルの出場を表明した。 1>, 1月17日のスマックダウンで試合復帰25日のロイヤルランブルのランブルマッチで10番目に登場したがブレイ・ワイアットにより退場させられた3月29日レッスルマニア31にて7ウェイラダーマッチによる IC 王座戦に出場最後にはラダー上でジグラーとのヘッドバット合戦を制して勝利しベルトをダッシュしたこれにより WWE の現存タイトルをすべて獲得した。4月26日のエクストリームルールズ PPV では、バッドニュースバレットとの王座防衛戦が予定されて、いたが、直前のハウスショーでの負傷で、キャンセルとなり、治療に宣言していたが回復が思わしくなく、5月11日の RAW の番組上で王座の返上と、無期限の療養に入ることが発表された。二月八日、 自身のツイッターで医療上の理由により引退することを発表。また、同日には RAW にも登場。妻であるブリーベラをはじめとする家族、選手、スタッフ、ファンに感謝を示し、度重なる脳震盪による引退を表明。同時にブリーが妊娠していることも明かした。最後は自身のトレードマークであるイエスで観客と一体となって、 行いリングを後にした。7月、スマックダウンの GM として復帰した。また、その後に、元、師匠であったザミズが彼の技や動きの真似をするようにも、なる。3月20日のスマックダウンライブにて、外部の著名な脳神経外科医や、脳神童専門医ら3名、及び WWE の専属医師である、ジョセフ・マルーン氏より試合復帰の許可が下りたことを、本人自ら発表した。 4月8日、レッスルマニア34にて、シェイン・マクマフォンと組んで、ケビン・オーエンズサミ・ゼインとのタッグマッチで、復帰戦を行う。しかし試合前にオーエンズとゼインに襲撃を受け、動けなくなり、シェインが孤立。終盤に試合に復帰して、ゼインに、キックの連打を見舞いエスちゃんと起こし、最後にイエスロックで極めて、ギブアップを奪い勝利した。6月26日、 スマックダウンライブにてハーパーと対戦。しかし、試合中に、ハーパーのパートナーである、ローアンに介入され反則裁定になるが、なおも攻撃を続ける両者に対して入場口より、ケインが登場。協力して、ブラジオンブラザーズを追い払い法要を交わす。GM であるページが現れ、2013年以来となる、チームヘルノーの再結成と同時に7月15日に、 開催するエクストリームルールズ2018で WWE スマックダウンタッグ王座を保持するブラジオンブラザーズとの王座戦を行うことを発表された。7月15日エクストリームルールズ2018にて WWE スマックダウンタッグ王座を保持するブラジオンブラザーズに挑戦。試合前にケインが襲撃を受けたために一人で試合に挑むことになり苦戦が続く。 中盤に、ケインが駆けつけるも左足を痛めた状態であり、試合を覆すことができずに、最後は、ローワンのスピンキックからが大義を決められ敗戦した。11月13日のスマックダウンライブにて、w w e 王座を保持するアージスタイルズに、挑戦。終盤に、スタイルズのフィニッシャーである、フェノメナールフォアアームを避けて背後にいたレフェリーに、誤爆させ、 レフェリーが倒れている隙をついて、ローブローから2位プラスを決めて勝利し、ベルトをダッシュする。翌週のスマックダウンライブにて、自らを、ニューダニエル・ブライアンと名乗り、6年ぶりにヒールターン、した。その後、かつての仲間であった、ローアンと組、スタイルズとの交想に入る。年が明けてからも、様々な相手から王座を防衛してきたが、4月のレッスルマニア35において、 その間唯一苦戦を強いられた相手であるコフィキングストンに激闘の末敗れ王座を失った。5月7日スマックダウンライブで空位となっていた WWE スマックダウンタッグ王座をめぐりローアンとタッグを組んで嘘ズと王座戦を行う。相手のスーパーキックの乱発に苦しむが場外戦からローアンが J ウソをリングに上げてスーパーキックを防ぎ、 アイアンクロースラムを決めて勝利。王座を体感した。WWE、WWE 世界ヘビー級王座、世界ヘビー級 IC 王座 US 王座、WWE タッグ王座、ロー世界ヘビー級王座 WWE アップアス W、イクアイキュフィップ、イワエムシ WNWAPWG、TWA 新日本プロレスプロレスリングのアロー。 w x w w s w e s ロック、ランニングーロメロスペシャルロメロチンロックキックキャトルミューティレーションありがとうございます